こんにちは。元オリンピック日本代表の森高弘です。本日もアスリートプロジェクト森高弘塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日の動画はこちら、顔の戻し方についてご紹介をさせていただきます。それでは動画の方をご覧ください。では、この顔を上げていく時っていうのは、まず大事になってくるのはこの目線の位置ですね。この目線の位置が例えば上がりすぎてたりとか、逆に下がりすぎたりすると、例えば上がりする時もこうやって顔が上げづらいですし、下がりすぎると呼吸する時に、頭がね水面のところに当たったりしますので、ちゃんとこの目線の位置っていうのはしっかりと下を見ることで、この位置はじゃあどうするかというと、これはもう毛伸びの姿勢、ストリームラインの形をちゃんと取れば、この頭の位置は安定してきますので、その位置どこかなっていうのがわからない方は、まずストリームラインの姿勢をね確認をするようにしましょう。そして、では手を回していきますね。でこのまま回していって、ここで呼吸が入ります。はい、でここでよく多いのは、この呼吸した後そのままお願いします。はい、ストップです。今こうやって顔ちゃんと戻ってきますよね。意外と多いのは、呼吸して手が意外と先に入ってきて顔が入ってくる方が多いです。今見て分かるように、まだ手はこの辺にあるんですね。その中でも顔はもう戻る準備できてます。だからこそ顔が戻ってくるので、次のローリングにつなぎやすくなってきます。もう顔が戻って、やっとこれ手が入ってきますね。だから手が入った時に顔の位置がちゃんと下を向いていれば、その腕の流れでローリングっていうのにつながっていきますので、必ずちょっともう一回下げていきます。ここで戻ってきて、ここで意外と多いのは、もうこの辺で手の流水してる方が多いんですよ。そうじゃなくて、顔のところが戻ってきて、やっとここで手が入ってくることによって、次の動作、この形ですね。この形がしっかりできてくると、スムーズにいきやすいので、ぜひ確認をしていただけたらと思います。はい、では今日はですね、このように、僕自身の動画を解説させていただきましたけども、もしですね、皆様がこうやって、定期配信の中で、動画を配信してよければ、ぜひ、動画を送っていただいて、このようにね解説をさせていただきたいと思います。やっぱりどうしてもね、例えば僕の泳ぎだからね、どうしてもできるんでしょっていう部分っていうのは皆さんあると思いますし、逆にね、皆さんの動画を見ることによってすごく共感する部分っていうのがあると思いますので、もしよければですね、動画を送っていただきまして、解説できればと思います。ちょっとね、動画の内容によったらですね、できない部分もあったりとか、全員が全員流せるっていうのはちょっと確約ができないんですけども、ぜひこちらの方ですね、アクセスしていただいて、ご連絡いただけたら嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。